はい、構図の趣味部屋へようこそ。今回はね、まあフィギュアというよりまた番外編なんですけれども、まあね、皆さんももうご存知の方多いと思います。ドラゴンボールがね、新たに、劇場でやることになってますね。はい、そのタイトルも、ドラゴンボールスーパーブロリーっていうタイトルですね。はい、こちらがね、すでに前売り券が売られています。はい、で自分、購入させていただきました。はい、こちらですね、まあ、2枚買ってあります。12月14日、放映開始ですね。はい、劇場版、まあね、裏はねちょっとね、番号とかね、そういうのがあるんで見せられないんですけど、まあこういうね、なんかスクラッチみたいなのがあるんですよ。まあこれを削って二次元コードを表して多分ピッて多分やると思うんですよね。うん、ムービーザムービードラゴンボールスーパー。はい、でなんでこれをね、前売り券を買ったかっていうとね、まあみんな、ご存知の方もね、または言いますけど多いと思いますが、これを前売り券を買うとね、特典としてね、このフィギュアストラップがもらえるんですよ。はい、悟空とベジータですね、劇場コスチュームですね、防寒具、防寒具をつけてますね。これがね、欲しかったんです。はい、これね、なんかコールドとかね、ホットとかね、変わるんですよね、髪色が。コールドだとブルーなんですよね。うん、でホットだと、普通のスーパーサイジンみたいにね、金髪になるんですけどね。うん、そういうのがね、前売り券でついてました。はい、今ね、結構ね、売り切れが、続出してますんでね、もしこの機会でね、ぜひね、チェックしてみてください。まだ手に入るんだったら、ぜひね、買った方がいいです。はい。値段もね、変わらない、確か変わらないと思うんだよな。うん。で、特典がつくんだったら、やっぱ特典付きの方がいいよね。うん。劇場版鳥山明モデルって書いてあるけどね。はい、ここにね。ゴッドチェンジストラップ。うん、まあ、これちょっと開封はしませんけどね。このままの状態で、コレクションとして持っておきたいと思います。はい、という感じでね、まあ全然、フィギュアではないんですけども、まあフィギュアなのかな。はい、ということでね、皆さんもね、ぜひね、ブロリ、期待してるとは思います。はい、どんな感じなのかね、ほんと今からすっげえワクワクするぞ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。